誰かに見られている。気のせいか。なんだ、問答無用か。今のは何だったんだ。いや、どうやら化かされたの。ん？あんた見たんじゃろ、刀を手にした亡霊を。ああ、正確には見ただけじゃないがな。わしはここの墓守をしとるじじいじゃ。嫌に空気がざわめいとったもんで来たんじゃが、原因はあんたがここにおったからか。あんたもここの亡霊を見たことがあんのか。あんたよそもんじゃろ。ん？地元のもんじゃったらこの墓場には近づかん。ガキどもの肝試しもここでやるんだけは避けよる。まあよそもんはよそもんで、こがなとこまでめったに来るもんはおらんが。そうか、知らなかったんだ。ええんじゃ、別に咎めとるんとちゃうけ。ここに出る亡霊たちは昔瀬戸内海を荒らした海賊じゃったっちゅう話での。海の男は気が荒いけ、亡霊になっても喧嘩相手に飢えとるらしい。あんたが嫌でなけりゃまた来て遊んでやったれや。なんだと？海賊の亡霊か。この町にも喧嘩の種がなくならねえな。またあの感覚、海賊の亡霊か。また会ったな。何？他にも？またこんなとこに寝かせやがって。やっぱりあんたじゃったか。墓守のじいさんか。あんた名前は？桐生だ。桐生一馬。桐生さんか。どうもあんた亡霊たちに気に入られたと見えるの。なんであんたにそんなことがわかる。わしは長いことここで墓守りしとるけ、ようわかるんじゃ。あんたにはわからんじゃろうが、この墓場には今陽気な空気が流れとる。陽気な空気？今まではずっとうつうつとしとったんじゃが、亡霊たちはあんたのことを歓迎しとるらしい。
多分亡霊たちの喧嘩っ早い血がたぎっとるんじゃ。よくわからねえな。あんたじゃったら数百年来の亡霊たちを成仏させられるかもな。海賊たちの亡霊。ふん。俺は喧嘩は好きじゃないんだがな。ここまで来たら、お前らが成仏するまで付き合ってもいい。始めようか。なんでいつも気を失っちまうんだ。なんだ、今度は墓守のじいさん来ねえんだな。そろそろ来る頃だな。また数が増えてねえか。今度は三人か。チッ、亡霊のくせにキビキビ動きやがって。もう全然人を怖がらせる気はないって感じだな。またこのパターンか。また来てくれとったんじゃの、キリュウさん。じいさん、あんたのおかげかこの墓場の邪気がどんどん払われとるんで。どういうことだ。亡霊たちがこの世に残した未練がもうすぐ消えようとしとるいうことよ。じいさん、あんたは何なんだ。霊能力者ってわけか。わしはの、あんたが見とる亡霊の多分十数代目にあたる子孫じゃ。あんたがあいつらの。この間わしは亡霊たちが生前海賊じゃ言うたが、あんた覚えとるか。ああ、もっと正確に言えば、あの者たちは海賊に雇われた傭兵だったんじゃ。それで？信長がおった頃の時代じゃが、一時期ここらの海賊同士で争いがあっての、この土地で武芸の修行を積んでた豪の者三人が鳴り物入りで海賊に雇われた。男たちは戦国の時代、刀一本で国を取ろうとまで考えるほど腕が立ったという。じゃが、三人の男たちは
あまりに船の揺れに弱かった。ろくに刀も抜けず、極度の船酔いに襲われての、いざこれからという時に船から落ちて溺れた。三人ともがか。おお、三人いっぺんによ。なんだそりゃ。おかげで彼らに大金を払っとった海賊は、敵対しとったよその海賊に滅ぼされたそうじゃ。三人の男たちは苦労して磨き上げた力を出し切れず、ただ死んでった。それがこの世への未練よ。だから喧嘩に飢えてたってのか。わしら代々の子孫はご先祖様たちを何とか成仏させてやりたかったがの、力及ばず未だにこの墓地に化けて出る始末よ。ほいじゃが、もしかしたらあんたのおかげでご先祖様たちは成仏できるかもしれん。ご先祖様たちの力を引き出せるのは多分この世にあんただけなんじゃ。じゃけ、あと一度、もう一度だけご先祖様たちとの喧嘩に付き合うてやってくれんかの、キリュウさん。あと一度だけか。そいつは寂しいな。この墓場の異変もこれで最後になるのかもな。なるほど、本当にこれが最後の喧嘩らしい。なあ、一つだけ頼んでいいか。お前らとの喧嘩の後、いつもこの墓場で目覚ますもんで服が汚れるんだ。できればそこは何とかしてほしいんだがな。聞いてくれたか。ここは水軍アパート。どうやってここに。墓場の亡霊たちはどうなったんだ。行って確かめてくるか。キリュウさん。じいさんか。お礼を言わせて使わさい。おかげでご先祖様たちが成仏できましたんで。あんたにはわかるのか、それが。ええ、わかります。ありがとうございました。子孫のわしらにもできんかったことをあんたはしてくれたんじゃ。いや、俺もあいつらとの喧嘩を楽しんでた。
連中のためだけにやったわけじゃない。ほうですか。じゃがわしにとってはご先祖様の無念を慰められんかったのがずっと未練じゃったけ。そうじゃ、よかったら桐生さん、これを受け取って使わさい。ほんの気持ちじゃ。ん？これは魔除けのお守りみたいなもんじゃけ。それ身につけとれやもう亡霊を見ることもないですけん。それじゃかえって寂しくなる。じいさん、まさかあんたも。おいおい、どこまでが本当なんだこれは。